はい、どうも皆さんお疲れ様でございました。ポンテスター番が実況するゴーストリコンワイルドランズ第25回目続きの方をね、プレイしていこうかなと思います。前回からエスピリッチさんとこのエリアに来ております。多分プロパガンダの最後のリーダーですかね。ここだね。をやっていこうかなと思います。で、メインミッションの方がね、何個か出てるんですけども。現在地がここ。で、パーツケース。パーツケース。L85 ね。何か行きましょうかね。ちょっとじゃあストーリーミッションやっていこうかな。これ。南のゴールドラッシュ。カルテはエスピリッツサント内に金庫ラスサンティアの資金提供を教える。ははは。Destroy the gold caches given by the cartel to run the cult in Espiritu Santo. No doubt El Sueño's faith in La Santera will be challenged. Let's go. じゃあやっていきましょう。どうやらね、ここのエリアのリーダーの人は、まあ、いわゆる、まあ、サンタブランカのね、勢力を維持するためのなんかこう、なんか宗教のリーダーみたいな、ね、女性の方らしいんですけどね、をターゲットにやっていくと、まあ、男だったら容赦しないですけど、女性にはね、なるべく、シンプルにね、ミッションをクリアしていこうかなという言葉だと。まあ、レディーファーストですからね。で、今回はね、ゴーストリコン第25回目までやってきました。いやー、まだまだね、どれぐらい、あるのかわかんないですけども、全然楽しんでいこうかなと思います。いやー、今回のね、このエリアがね、ジャングルの地帯なので、非常に木とかがね、すごい生い茂っているので、なるべくまあね、敵もね、やっぱり車線を取ることもできないですし、こっちも車線取るの難しいんですけども、なるべく索敵を重視して、まあ、ステルスしやすいんでね、ステルス重視で戦っていこうかなと思います。南にある金の保管場所、まあ、どうやらエリア的にはこの辺らしいんですけどね。じゃあ、ドローン飛ばしましょう。Deploying drone.I got eyes on some kind of mine. It's cartel run. The gold mine's never good for a cartel to have. Ua, let's shut it down. で、スキルポイントもどこかにあるみたいですね。まずは、スナイパーラフルで上の敵を排除していきたいですね。ちょっとこっちから行きましょう。で、ゴーストリコンのね、ワイルドランズの特徴としては戦い方は本当に自分で選べるので、それがね、非常に面白いですね。僕はスナイパーライフルが大好きなので、こんな感じで倒していくのが、好きですね。ここはちょっとシンクショットで、狙っていきたいですね。ちょっと味方にあっちをやってもらおうか。スタンバイ。3、2、1、シャット。グッドナイト。で、そこの敵もやりたいですね。ただちょっと、車線が取れないので、また警戒してますね。死体が見つかったので。よし、倒した。OK。よいしょ。すごいな、装甲車があるよ。スキルポイントを発見した。スキルポイントね、獲得してもあれなんだよね、素材がないと難しいんだよね。さあ、一人いたけど、ちょっと暗いので、ちょっと暗視ゴーグルにしようか。いるね。OK。熱反応はないけど。OK。中は2人だけだったか。おお、すげえ、なんだこれ。本当だ、金だね。
保管場所を破壊する。じゃあちょっと、ですね。C4 にしようか。I got the C4 primed. さあ、こっちに来てくれ。集合。行くぞ。C4爆発まで3、2、1、ゴー。脱出。走れ。OK、全員いるな。OK。おお。What's mission status in the Espiritu Santo? Sapper Daddy got busy. We just blew up a cartel gold cache. Holt's heart is broken forever. Well, he better get over it fast. The activity has intercepted a call. Santa Blanca is moving their remaining gold cache to safety.We gotta hit that cash before they do. We're on it. 了解者。まあこんな感じで、じゃあまず1個目のミッションはクリアできましたね。そうですね。まあ重要情報も集めなくてはいけないので、そうですね。ちょっとここに飛んで、どうしようかな。今ここなんだよね。ストーリーミッション。川渡んなくちゃいけないんだよね。この道路に挟んであるんでね。で、あとはこっちの北側の方は全然開拓ができてないので、そうですね。ちょっとここに行って、ここの重要情報、パーツケースもあるんでね。ちょっと取り行きましょうか。はいはいはい。いやー。よいしょ。今回のSpeech Santoは結構ミッションの量が6個と、他のエリアに比べてちょっと量が多めなので、まあちょっとどういう風な展開になるかね、非常に楽しみではあるんですけども、やっていきましょう。はい、来ました。デルタですね。Speech Santoデルタ。狙うはここですね。ここに行きましょう。Hang on, I'll drive. さあ、やっていこう。Man, y'all never let me drive anymore. Just cause that one time? よいしょ。で、だいぶここもね、ジャングル地帯が生い茂ってるところですかね。やっぱ道路が全然もう。This is one of those legal coca farms. うわ、すごいね。So, like, can we get some legal coca here? For the altitude? For the altitude, yeah.Not having any coca. You know, first thing headquarters is gonna do when we get back home is make us piss in a cup. Breathe. Shut up. It's locked down damn good for a barn. Back home, all we ever needed for a barn was a padlock. Barns back home must not have anything worth stealing. Not worth as much as a couple tons of coca, anyway. よいしょ。あ、ここのある情報はあれだね。これあれだ。ユニタット軍の監視所か。これをちょっと情報取り行くのは大変だけど、まあ取った分の見返りはあるでしょ。よし、じゃあ行こう。うわ、敵いっぱいいるね。反応がすごい。あはスナイパー、トップ・ザ・タワー。スナイパーいるね。めちゃくちゃいるな。OK。これも迫撃砲か。迫撃砲。Unidad with submachine gun. He's alone. Where you got him?By the camp entrance. OK. まずあれをやろう。Eyes on Grunt with the minigun.
Over there, next to the container. Fuerzas enemigas detectadas. A todas las unidades, disparen a voluntad. No sé. Enemigos a la vista, coordinando el ataque. A todas las unidades, comiencen el ataque. A ver.危ない。¿En qué dirección se fueron? Frag out. ない。倒してない。¿Dónde se metieron? Okay.さあ戦闘開始だ。オッケー。どこで撃たれてる。なんだと。助けてくれ。脱出しよう。早く情報だけもらって逃げよう。わお。Hold up. There's a weapons case here. Okay. 折りたたみ式ストックゲット。くそ。距離を詰める。Okay. 迫撃砲を止めないとな。Hostile down. よし。Frag out. 迫撃砲破壊しよう。よし、あとは重要情報ハッキング。仮設兵舎。なるほどね。 OK で、ミッションの位置は近いですね。はあ、ははあ、ラサンティナの叱りよ。一人も逃がすな。なるほど。ラサンティナ keeps her people in line with a personal force of Sicario bodyguards. Take them out, and we make her look weak in front of El Sueño and her followers. なるほどね。やっていきましょう。じゃあラサンティナの叱りを一人残らず排除する。やっていきましょう。この車ちょっとあれだな、運転しづらいな。まあ、ミニガンついてるからね、ちょっと持ってきますけど。おお、よいしょ。はは、軍もザルだな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここからいけるか。次の、ストーリーミッションまでは結構時間、あ、距離は。よいしょ。1.9 キロ。この地点ですね。まあ、一人残らず排除するだからね。もう任してくれよっていう。よいしょ。ジーザス。普通に運転してるだけない。なんでこんな車がボロボロになるんだろうな。はあ、ははあ、この方をまっすぐ行きまして、よいしょ、よいしょ。すごいね、ほんと綺麗だね。なんか絵的にはこういう感じがいいんじゃない。運転する方は難しいけど。
だいぶここは道路が舗装されてるね。普通の道路だね。よいしょ。で、こっちか。この橋を渡って、あともう少しかな。よいしょ。ここはなんか街、区割り村だね。でもちゃんとしたなんか村というよりかは、なんかただ人が住んでるような感じのところだね。で、ここを右と。よいしょ。よし、あとは何百メートルと。こっちに行って、前方にユニタッド軍の車を発見。あんまり近すぎすぎると見つかってしまうので、まあ普通のね、普通の兵士、まあ一般のあの我々は一般兵だということを。やめろー、やれやれー、やばいやばい、ユニタット軍のユニタット軍が行くぞー、突撃ー。よしよしよし、逃がせ逃がせな。いいぞいいぞ、優秀ですから私たちの、私の味方は。よし、そろそろ降りよう。はいじょ、はいじょ、固いね。オッケー、移動移動。おいしょ、オッケー、オッケー。牽制射撃入れつつ左に移動しよう。左のやつをやろう。ダウン、あと一人。スナイパーライフルに変えて、あー移動したね。残り13発。Now that's a cross. Hold up. OK。 2つ目の拠点を排除する。了解した。やばい、ユニタット軍も来やがる。やばい、増援まで来た。ミニガンある方がいいんだけどな。ミニガン、ミニガン。ミニガンねえか。ブロック。いてぇ。助けてくれ、味方助けてくれ。のんけ話されて、話を進められてるな。ヘリ来たよ、今度。見てー、うわー、目の前は大惨事。弾がない、弾が。エディやばい、ユニタット軍が強すぎる。囲まれてるよ。
あーやべえ、やられちゃった。なんだと結構真面目にやってたんだけど、ちょっと利用が多かったね。利用が数で押されてない、数で。くそ、いやー、あんな風にね、確かにちょっと囲まれてしまうとね、やっぱり難しいですね。あ、ただチェックポイント取ってたので良かったですね。はい、二つ目の拠点を破壊しに行きましょう。車で出てくるやつもいるから、ちょっと考えないとかね。じゃあ、今回はどうしようかな。キリがいいので、ちょっとここをね、やってから、今日は終わりにしようかなと思います。ちょうど時間的にもね、多分30分くらいになるので。だいたいね、1本の動画はね、30分くらいで、切るようにします。あんまり長すぎるとね、見るの大変になっちゃうので、なるべく30分で短く切っていつもね録画の方はしております。反乱軍か、車貸してくんないかな。あ、車貸してくんないか。足がねえんだよ、足が。なんかいるな。Keep those weapons down. We want these people on our enemy activity nearby. Watch your fire. We don't want to hit any civilians.ユニタットグルの話。タンゴマーク、but he's got a civilian nearby。取り締まりしてんの。ああ、車があるね。これでいいかな。よいしょ。Buckle up, people。よし、こう。I'm cool. Let's move。すごいね、あのね、この車のハンドルが重い。よいしょ。うわ、すごいな。これは拠点かな、近くに。すいません。よいしょ。こっちに向けて。ただ、車で出てこられるとね、ちょっと厄介なんだよね。ミニガンとかがあるわけではないので。危ない危ない。おいで。まただよ、なんだよ、もうユニタット軍強すぎだな。お、反乱軍が来てくれた。反乱軍ありがてえ。反乱軍はありがたいですよ。ナイスナイス。あ、すごい、反乱軍が排除してくれてますね。よっしゃ、行こう。ゴー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 。OK。 あとあいつだけでやってくれ。よーし。すげえすげえすげえ。ユニタット軍硬いね、やっぱ重装兵だからね。よし、危なかったね。あ、近くにミッションもう一個あるね。聖域、ははは。なるほどね。ちょっとキングスレイヤー情報拾っとこうか。いや、すごいね。大惨事ですよ。大惨事。なるほどね。お、ここだ。よいしょ。You've been on the Santa Muerte pilgrimage through Espiritu Santo for how long now? 7 days? ははは。というわけで、皆さんね、ご視聴ありがとうございました。次回26話目なんですけども、ストーリーミッションのね、2つ、今3つ出てるんですけども、それをクリアして、ラ・サンテラの最後のミッションのが出るところまで次回をやっていこうかなと思いますので、その間にですね、パーツケース、スキルポイント、サイドミッションの方はね、一通りやっていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。